はい、どうも、杉下東京サクモトロです。ということで、今回ですけども、ミリタリーパンツ、紹介していきたいなって思います。ここに、おびただしい数のミリタリーパンツ、下北沢南口店に入荷しましたと。はい、皆さん、久しぶりの南口店での動画でございます。で、今回は、コーデ解説というよりかは、今回このミリタリーのアイテムの解説ですね。一体ね、ミリタリーアイテムって何なのかっていうのと、あとその年代の見分け方、そしてどういうね、この細かなディテールの特徴があるのかっていうのを皆さんにね、参考にしていただきたいなと思って動画回しております。で、一番今回はね、目玉から早速紹介していきます。もう今回こんな感じなんで、この画角で基本やっていきますよ。この手前に置いてあります、こちら、わかります？スノーカモパンツです。 US ミリタリーのスノーカモパンツ、89年代製ですね。はい、で、このね、スノーカモ、今めちゃくちゃ人気じゃないですかね。もういろんなブランドがこれサンプリングで出してるでしょ。で、それの大元がこれなんですよ。そう、このめちゃくちゃ太くてテロンテロン でウエストイージーで、こう裾を絞れてみたいな、この機能性ね、めちゃくちゃ人気で履いてる方多いと思うんですけど、このその大元がこれになります。はい。US ミリタリーだったんですね。はい。で、実際これ何のために作られたのか、簡単に説明しますと、めちゃくちゃ簡単にです。アメリカの、まあ、兵隊さんがですね、雪山で戦場で向かうときにですね、カモフラージュとして雪山に溶け込むように作られた、パンツになってます。これ上下あるんですけども、今回このミリタリーパンツ。すいません、これ最初に言うの忘れてたんですけど、今回のミリタリーアイテムの解説はミリタリーパンツです。パンツ。夏は皆さんパンツ。そう、上よりもパンツこだわる時期やってきたでしょ。夏でしょ。もう T シャツドーンで、パンツも色、もうなんかいい色を選んで、柄とか選んで、こうコーデを楽しみましょうって、上重ね着できない分ね。はい、パンツこだわってください。で、ミリタリーパンツなんですけども、このスノーカモパンツね、兵隊さんが雪山に行って、どこに閉めたんだっけ、雪山まで行ってですね、カモフラージュですよね。敵兵にバレないようにカモフラージュするんです、自分のことを。はい。はい、雪山にこう潜むときに着るパンツで、このパンツ面白いのが、本来はですね、ズボンの上に履くズボンになってます。そう、これなんか何言ってんのって感じでしょ。雪山なんで、もちろんこれ1枚で履くと、もう凍死します。もう寒い、もう本当にこれもう夏向きのテロンテロンの薄い生地なんで、これ1枚で着る当時の兵隊さんはいないです。はい、ズボンの上に履くズボンなので、これ面白いのがパンツがね、あ、パンツじゃねえ、ポケットが貫通してます。ね。ポケット貫通してます。これは、このスノーカモパンツの下に履いてるズボンに、直接手を入れれるように貫通してるんですね。そう。これがね、当時物って感じがしていいでしょ？これ新品で今出してるスノーカモパンツじゃないディティールですからね。そう。当時のものは、ポケットが貫通してるって。そう、面白いでしょ？そう、なんか、今のブランドがこれやってたら多分売れないですよね。はい。これ、こうなんか、不便じゃないってみんななるでしょ？だって。そうじゃなくて、当時のものだからこそ、こうなんか、特殊なね、こだわりのポケットになってると。そこもちょっと楽しんでいただきたいんですよね。これ理解ない方からしたら、ただ不便なだけじゃんって思うかと思うんですけども、それが面白いっていうね。はい、これがヴィンテージの世界なんです。すいません。はい。で、これが、ですね、内側にあるミルスペックと、このアメリカものではですね、こう内側にミルスペックと言われる、当時の作られた場所だったり、工場だったり、何のために作られていたのか、で、素材ももちろんあるんですけども、あと作られた年代まで細かく、ここに表記されてます。なので、ミリタリー年代判別、何に使われていたのか、超簡単に誰でも調べれるんです。この内側のこのミルスペックさえ、無事に残っていたらね。はい。超簡単でしょ？ミリタリー、ややこしいな、いろんな軍あるし、なんかいろんな形ある M65 なんだろうってなってる方多いと思うんですけど、めちゃくちゃ簡単なんで、これを機に皆さんちょっとミリタリーの世界に入りましょう。で、これ今内容ベラベラ喋りましたけども、やっぱりこのパンツの一番の魅力はシルエットです。もう今ね、白パンブーム、太パンブーム来てます。で、このスノーカモパンツ、何がいいかっていうと、この綺麗なオフホワイトカラーに加えて、このようなバルーンシルエット。はい、今ね、特別映像流れてると思います。裾絞れます。太さ出てます。はい、バルーンシルエット。こんなね、かっこいいパンツ、探してたでしょ？皆さん。そう、みんな探してたと思うから、今いろんなブランドが作ってるんです。でも、その大元がこれっていうのを皆さん、ちょっと今回の動画で覚えてください。はい、同じ白続きのミリタリーパンツ紹介します。はい、これ皆さんね、珍しいです。白ベイカーパンツになっております。皆さん、ベイカーパンツご存知でしょうか？ミリタリーパンツの中では一番王道的なね、扱いされてるんじゃないでしょうか。まあ、こういったね、
モスグリーン系のカラーで、こういった大きめなポケットがついているのが特徴だと思うんですけども、それの白が入荷しました。今回素材はリネン系のね、テロンとしたコットンリネンかな、清涼感のある涼しげな素材感になってます。これはスモーカーパンツほど太くないです。ベーカーパンツって言うほどめちゃくちゃ太いわけじゃないので、まぁ、ちょっとした太パンとか、動きやすいパンツ探している方には一番おすすめしたい、ミリタリーパンツになってます。で、今回ね、特別な白が入荷したということで、はい。これかなり珍しいです。僕もほぼほぼ見たことないですね。この数で入荷するっていうことは。はい、そんな感じです。ぜひね、探してみてください。近くの古着屋か。もしもなければ、スウィフト東京南口店にたくさん置いてます。はい、続いてのミリタリーパンツはこちらでございます。すいません、光の加減がちょっと難しいんですけれども、こちらはですね、チェコ軍の、コックパンツになってます。シェフパンツですね。はい。まあ、要はこのゴムでウエストを留めるタイプになってて、ここに紐がついているという感じで、そうですね、ポケットもこういった感じでね、フロント部分に大きなのがついています。ボタンフライです。でこうダブル2みたいな仕様になってて、裾がこんな感じでね、ボタンで留めれるタイプになっているっていうね、ミリタリーの要素満載のパンツでございます。結構ね、チェコ軍のミリタリーパンツっていうのはそんなにまあ大注目されてるかって言われたら、まあ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 そうでもないかもしれないんですけども、これもね、履いた白いとすごくかっこいいです。太いのがやっぱ特徴的で、まあ、動きやすさとか洗濯に強いとか、そういった機能性の面でも優れてる、そんなアイテムでございます。はい、どんどんいきます。続きまして、 BDU パンツでございます。これは過去にね、着回し紹介みたいな動画撮ったことがある気がします。 BDU パンツ、ミリタリーパンツってまあいろんなね、カルチャーとか使われた場所とか形の歴史がたくさんあると思うんですけども、この BDU シリーズっていうのがバトルドレスユニフォームっていう、それの頭文字を取って BDU パンツっていうんですけども、このパンツたちはですね、最新のミリタリーです。簡単に言うと、いろんな今まで評価されてきたミリタリーのまあ形とか人気だった素材とか、細かな部分をいいとこ取りして完成したのがこの BDU シリーズなんですよ。だからこう新しめなミリタリーではあるんですけども、形が完璧です。このようにカーゴパンツになっていて、ちゃんと裾が絞れるタイプです。でいろんなカラーが展開されてる、最新であるからこそ機能性で言ったらもうズバ抜けていますね。洗濯にはもちろん強いし、色落ちにも強いと、縮みもない、で形シルエット完璧、ファッションに特化したと言っても過言ではない、そんな感じのシリーズになってます。BDU シリーズは結構、いろんな古着屋さんにも置いてるので、まあ、よかったら探してみてください。はい、続きまして、こちら、フィンランド製です。フィンランド軍、ウッドカモ柄、ミリタリーパンツ、かっこ、イージータイプ、になっております。まあ、これも極太、まあ、ミリタリーですね。シルエットはもうカーゴポケットついていまして、はい、ボタンフライ、大きめな、付け外ししやすい、このボタンになっていまして、はい、動きやすい素材感になっているんですけども、一つだけ、US ミリタリーとかではね、ない、魅力が一つございます。それが何かというと、リバーシブルです。ね。ひっくり返すとなんと、これです。同じなんですけども、フィンランド軍のカーゴパンツ、ウッドカモ柄パンツになっています。ひっくり返すと真っ白になるっていうね、皆さん、聞きました？もうね、最初に話した通り、これもう今白パンブーム来てますよね。はい、白で太いパンツください。はい、いい形なかなかありません。そんな中、このミリタリーパンツがあなたのね、あなたの、なんだろう、うん、ちょっと出てこなかったんですけども、その白パンツ探している方多い中で、この柄も楽しめて、白の無地も楽しめるよっていう、一本で、こう二面性のある、そんなね、もうファッションでもうどうぞ使ってくださいって当時のね、フィンランドの方がおっしゃってるんじゃないかっていうぐらいの、このビジュアルですよ。ね。このなんかミリタリーパンツの中でもこうなんかこう柄挑戦したいです。でも柄ちょっと、まだちょっとなんか仕切りが高くてなかなか手出せないなっていう方はぜひ、フィンランド軍選んでください。柄今日行こうかなっていう時はもうこっち面。今日はシンプルで、ちょっとこう着やすいコーデがいいなって時はこっち面で着ればいいっていうね。はい。もう同じ値段でも、このね、二つの見た目をしてくれるだけで、もうコスパがね、めちゃくちゃよく感じるのではないでしょうか。はい、ということで、皆さん、いかがだったでしょうか。今回はね、ミリタリーパンツ、アイテム解説ですね。ちょっと普段の動画と少し違うスタンスで、喋ってみました。まあ普段は着回し紹介、コーデ紹介とかね。ね、このアイテムをより細かく知りたいよっていう方に向けた、こういったシリーズもやっていこうかなと思っていますので、ぜひね、今後の動画も
ご期待ください。よかったらね、この動画が少しでも参考になれば評価とコメント、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。そしてね、このすぐ書東京のインスタグラムと私の SNS も各種リンク概要欄に載せていますので、よかったらね、インスタ、TikTok、個人 YouTube チャンネル、私の SNS 関係もどうぞよろしくお願いいたします。そんな感じで今回の投稿は以上になります。それでは次回の投稿でお会いしましょう。 See you next time!